どうも、思春期の子育てアドバイザーの道山家です。本日は子供が物に当たる時の対処法という話をしていきます。ではいただいた相談内容から読んでいきます。中2になってから不登校気味になりました。道山先生の教えで愛情バロメーターを上げて最初の頃より学校に行くようになりました。しかしゲーム依存がひどくなり、うまくいかないと物に当たり壁を壊したりソファーをひっくり返したりします。愛情バロメーターは上がったのになぜこんなことになったのか分かりません、ということですね。はい、結構ねこういう相談って来て、愛情バロメーター上げたのになんか子供がね問題行動を起こすようになったんですよって相談結構来るんですね。これは僕のねちょっと伝え方が良くなかったりとか、あとはうまくできていないことがあったりするとこういったことが起こります。なので今日はこの原因とこれから何を意識していけばいいかというところをねお話ししていきたいと思います。でまず1つ目、愛情バロメーターが上がっていないってことがあります。これ、親としてはね愛情バロメーター上がったって思っているんですけど、僕らの視点から見るとね上がってないってことが結構あるんですね。これどういうことかっていうと、この方がそうかわからないんですけど、今まで子供を例えばね押さえつけてきたとします。絶対それはダメだ、いわゆる過干渉の子育てですね。これをずっとやってきていて、でこの状態で、僕のね動画とかを見て、音声聞いたりとかしてね、過干渉は良くないと、思って、じゃそれをやめようと思って一回やめますよね。これはいい方向なんですよ。でいい方向なんですけど、ただやめただけで確かに今までより下がらなくはなるんですけど、でも、それ以上に、愛情バロメーターを上げる子育てをしていなければこれ下がらなくはなるけど別に上がりはしないですよね。こういう状態ってことが一つ考えられます。でそのあと愛情バロメーターってそもそも何かっていうと、お父さんお母さんの愛情が子供に的確に届けば、子供の心の中の愛情バロメーターというのが上がります。でこれが上がると子供はお父さんお母さんのことが好きになるので、なんかね話が気軽にできたりとか家庭の中が楽しくなったりとか、あとはお父さんお母さんから愛されていると思うとこれはエネルギーに変わるので、心のエネルギーより気力ですね、これに変わっていくので、なんか行動ができたりとかってことにつながっていくんですね。で今言ったこの過干渉をやめるっていうのは要するに、今までは過干渉していたことによって愛情バロメーターが下がっていたわけですよ。でもこれをやめたことによって下がらなくはなったんだけど、この愛情を届けていくって作業をしなければ結果的に上がりはしないですよね。これが一つ原因として考えられるっていうことです。でその目安として、例えば子供からたわいもない話をしてくるか、お母さん今日学校でこんなことあったよとかってことをしてくるかどうかっていうのが一つチェックしてみてください。あとは注意すると聞いてくれるか、例えばそれはちょっと良くないからやめなとかって言った時に、はぁ、うるせえよみたいなことでもし子供が言ってきたとしたら、これ要するに親に対して暴言を吐いてますよね。これは愛情バロメーターの段階で言うとかなり低い段階なんですよ。だからもしこのたわいもない話もしてこない、さらに注意すると聞いてくれないのであれば、まずこの1番が考えられるっていうことです。で2番、名称法を注意していないっていうのもあって、これ何かっていうと、名称法っていうのは人に迷惑をかけること、人を傷つけること、法律やルールに違反することなんですけど、この3つについては、基本的に注意をしないといけないんです。だからよくね過干渉をやめようってね意識をしたことによって子供に言うのをやめようって思って、じゃあ何も言わないどこって思ってしまう方がいるんですけど、これをしてしまうと、今回の方がそうか分かんないですけどね、子供は善悪がつけられない子になっちゃうので、例えば壁を壊したりとかソファーを壊したりってことが起こることがあります。なので、言ってはいけない、例えば勉強しなさいとかってことは、言う必要は言い過ぎない方がいいんですけど、この言わないといけないことはちゃんと言うようにしてください。例えばゲーム依存、昼夜逆転になってしまっているんだったら、これ体を傷つけている行動になるので、やっぱそれ注意しないといけないですし、物を壊すっていうのも人を傷つけていることになるので、これも注意しないといけないっていうことですね。で、じゃあ実際にねどのように愛情バロメーターを上げていけばいいかってところからちょっとお話ししていきます。まず一つ目意識してほしいことは、子供が求めていること、これをちゃんとしてあげてください。というのは求めていることっていうのは年齢とか、あとは子供の状況によって違うんですね。例えば幼少期の子だったら、抱きしめてあげてハグしてあげたら喜ぶ子多いですよね。でもそれを青年期の子にやったらですよ、これもう多分絶対嫌がられると思うんですよ。特に男のお母さんが男の子にやったらね、たまに喜ぶ子もいるかもしれないですけど、多くの子は嫌がると思うんですよ。ってことは同じ抱きしめるって行動でも、幼少期だったら愛情バロメーターは上がるのに、青年期だったら下がってしまうんですよね。だからちゃんと子供が求めていることを、理解し、それをやっていくってことが大事になります。
で、あとは子供が嫌がることをやめる、いわゆる勉強しなさいっていうのを、言い過ぎないようにするってことですね。まあ、なんとなくですけど、この相談を読んでいると多分この2番はやってくれてるのかなっていう気がするんですけど、1番ができていない可能性があるってことですね。で、と同時に先ほど注意した、ダメなことを言わないのとはこれは違うので、まあ、名称法についてはちゃんと注意をしていくということです。で、あと、子供がじゃあね、実際に物を壊してしまうとき、これどういうふうに対応していけばいいかって話ですけど、まず、多分壊す時点でかなり子供は、まあ、暴れている状態ですよね。いわゆる言ってしまえば一時的なパニックになっている状態です。ここで親が何と声をかけようが、もう多分火に油を注ぐだけなので、まあ、一旦その場から離れちゃった方がいいかなと思います。ちょっと落ち着くのを待ってください。うん。で、落ち着いた時になんでそれが良くないのかってことをちゃんと冷静にね、伝えていきましょう。うん。で、あと、イライラした時になんかそう言ってね、物とかを壊したりしているんだったら、イライラした時はどうするかっていうのもちゃんと話し合っておいてください。うん。まあ、なんかね、物を壊すっていうのは良くないから、例えばイライラしたんだったら、じゃあ一回外を散歩に行くとかね。うん。この辺を子供とどういう対処法だったらできるかっていうのを話し合っておいてください。で、ただ、こういうのを話したりしても、やっぱね、繰り返す子もやっぱいます。うん。これは愛情バロメーターが低いのか、もしくは、いや、発達障害傾向がね、ちょっとあって、もうついね、自分で止められなくなってしまうのか、なんか理由はわかんないんですけど、繰り返しちゃう子はやっぱいます。で、この時はもう事前にね、もしこれが続くんだったら、もうお母さんはあなたを守るために警察に連絡するからねってことを事前に伝えて、た上で本当に暴れてもう手がつけられないんだったら警察をね、に連絡した方がいいかなと思います、うん、やっぱそこまですることで子供は初めてあこれは良くないんだなってことが気づける子もいますので、うん、ぜひねそういった対応をしてみてください。